新宿の夏の風物詩神楽坂祭り。浴衣でおいでよ神楽坂をテーマに、今年も4日間にわたってほおずき市と阿波踊り大会が開催されました。今回はその祭りのクライマックス、最終日を迎えた阿波踊り大会の模様をお伝えします。午後6時、神楽坂下をスタートして子ども阿波踊り大会が始まりました。参加者は地元の小学生や幼稚園、保育園の園児たち、子どもたちの両親や先生も加わって、総勢1200名の踊りが祭りの幕開けを盛り上げました。神楽坂の阿波踊りはどのようにして始まったのでしょうか。まあ、昔は神楽坂の盆踊りっていうと、このここの毘沙門様の境内でここでこう櫓を組んでみんなでもってこう盆踊りをやってたんですよ。ただやっぱり、まあ、神楽坂町全体でもってイベント的にねできるものないのかな、そういったようなところで神楽坂坂下から上まで歩けるじゃないかっていうので、たまたまその阿波踊りがこう町を練り歩く、そういったようなところで。夏祭りの阿波踊り、この町の魅力はそれだけではありません。この神楽坂はですね、路地空間だけはその江戸時代からの佇まいを残しているという、そのなんていうんですかね、目に見えない空間があって、それが癒しになってるのかな。かつての花町神楽坂、江戸の町の面影を今に伝える路地の町割りは、江戸時代からほぼそのままの形で残されています。そして今も変わらぬその町割りの上に、神楽坂独自の文化が育っていったのです。午後7時、2夜連続で行われた阿波踊りがフィナーレを迎えます。神楽坂祭りも最終日、粋な坂の町神楽坂の阿波踊りは私にとっても本当に大きな誇りです。熟練した素敵な阿波踊り、力いっぱい多くの皆さんを楽しませてください。今年も地元神楽坂の有志をはじめ、周辺企業、高円寺など30以上の連が参加。神楽坂の街を練り歩きながら、それぞれが個性ある踊りと掛け声を披露しました。地元神楽連は日頃の練習の成果と腕前を十二分に発揮し、みんなが踊りを楽しんでいました。最終日のこの日、沿道からひときわ大きな拍手を浴びていたのがツツジ連。その工夫を凝らした迫力ある踊りと掛け声に観客は魅了されていました。飯田橋のですね、駅から東西線の神楽坂の駅まで、まっすぐで約800メートル、それを駆使してイベントをやってると。もう神楽坂の本当のね、一角だけじゃないんだよ、神楽坂全体でもって街を盛り上げてる、街づくりをやってるっていうところを皆さんに知っていただきたい。神楽坂通りの熱気も最高潮に。そしてこの阿波踊り大会が終わると夏も本番。踊り手も観客も元気をもらえる、それが神楽坂祭りの魅力です。